いや。なんやあれ。いや、なんやあれ。新選組に入るやなんて。なあ、考え直したら。ねえ、さっき何買うたの？亀の甲羅に人の顔。どうぞ。旬の石にもいかがですか。どうないしょ。
こんなんやな。みんな見てってや。うちより安いとこ見ないで。いで、はい、いらっしゃい。見てってや。さあ、どないでっか。今日はどこが安いで。いらっしゃいませ。このあんた、なあ、金持ってるんやろ。なあ、なんかくれや。ええやろ。聞こえてへんのか。なあ、なあ、なんかくれや。ええやろ。食いもんじゃ。Yeah!
ならぬはずだ。くそ、温泉の予感がします。中距離一般競争準備が整いました。これはかなり混戦だ。一気に出た、揚げたて、揚げたて、一歩先行。悪は一斉に終点になだれ込んだ。期待通りです。上げたて、
Thank you.
犯人はお前だ。犯人はお前だ。犯人はお前だ。おい、
か。そんなさせまへんで。こんにちは。何いたします？何するかお決まりですか？何うん、いや、はい、
ほほう。どうも。
ここか。ご用件は？入隊希望だ。それはそれは、ようこそおいでくださいました。この先を曲がったところで試験を行いますので、どうぞこのままお進みください。そうそう、その前に失礼ですが、お住まいはどちらで？ここは腕さえ立てば素性を問わないと聞いたんだがな。そういう意味じゃありません。あなたの死体の届け先を聞いておきたいんです。何だと？何分荒っぽい試験ですから、人死にが出るのも日常茶飯事でしてね。なるほど。だが俺が死体になることはない。あんたの世話にはならねえよ。そうですか、それは失礼いたしました。来たか。今日は大量だな。これは後で掃除が大変だ。終わりや。早よ医者にかかった方がええ。命は助かるやろ。次は誰や？野良犬とはよく言ったもんだな。心配になってきたぜ。半端な腕やから切り落としたまで。あんたも心配なんやったら帰った方がいい。俺が心配しているのは、あんたを切っちまうと不合格なのかってことだ。心配すな。そん時は文句なしで合格や。ついでに二番隊隊長の席も譲ったる。二番隊隊長？俺の席や。新選組二番隊隊長長倉新八。二番隊隊長の長倉。俺から一本取れば合格や。武器は何つこでも構わん。とにかく相手に勝てばいい。流派も武器も関係なし。それが新選組っちゅうところや。さあ、いつでもええ。かかってこい。その前に一つ確認しておきたい。何や？あんた、新選組にはもう長いのか？ああ、結成前からの付き合いや。それがどないして？つまりあんたは新選組の古参幹部、天然理心流の使い手ってわけだな。なんや、目的は新選組やのうて道場破りっちゅうことが？そんなことはない。ただ確認したかっただけだ。そうか。試験なんぞで出す気はなかったが、あんたにはこっちの構えで相手したるわ。これが天然理心流。覚悟はええな。
ああ。せー